来月16日のオープンが予定されている県内初の外資系高級ホテルシェラトン鹿児島についてです。開業を前にしての記者会見が昨日東京都内で開かれ、客室などホテル内部の様子がオンラインで初めて公開されました。17階の客室からは桜島と錦江湾の眺めが広がっています。鹿児島市にあるシェラトン鹿児島は世界的ホテルチェーンマリオットインターナショナルのグループで、来月16日に開業を予定しています。オープンを前に一足早くホテルの内部の様子がオンラインで公開されました。こちらは17階のスイートルームで、広さは73平方メートルです。広々としたリビングルームには大きなテレビにソファー、テーブルが置かれています。隣にはベッドルーム、窓からの眺めは真下に甲突川、その先には錦江湾と桜島が広がります。オンライン内覧会ではこのほか1階のフロントロビーやレストランも公開されました。また会見ではホテルを経営する南国ホテルズの伊牟田仁社長が今後の経営戦略などについて語りました。鹿児島の魅力ある情報をマリオットグループ及びその会員の皆様に発信できることによって、九州、鹿児島をまだ訪れたことがない方々も含め、日本のそして世界の富裕層の方々が訪れ滞在することにつながるものと確信しております。甲突川に錦江湾に桜島が見えるというのは、なんとも贅沢な景色ですよね。そうですよね。これ新しい景色がまた広がるということになるかもしれません。シェラトン鹿児島ではすでに宿泊予約を受け付けています。